こんにちは、今日はですね、急遽ニューシングル Easy Go の DV 撮影で沖縄に行くことになりました。若干まだ出発まで時間があります。で、ちょっとね、早めにスタッフさんたちよりも行って、久々の沖縄なんで、ちょっと探索して満喫しようかなと思っています。旅マルです。旅のお供です。北海道の小樽に行った時もこれにお世話になったんで、今回もお世話になります。到着です。ただいまの気温がなんと22度だそうで、冷たい風を感じてたはずなのに、もう汗が止まりません。運転手さん、最近天気はずっと曇りですね。昨日まで良かったですけどね。マジですか。今日曇った感じですか。昨日までは私も半袖です。いや、全然気にしてないです。幸せで絶対撮ってる。意外と空港からホテルが近かった。とりあえず今から首里城に行くために電車にモノレールに乗りたいと思います。基本的にはこうやって地図を見ながら歩きますけど、東京に上京した時もそうだったんですけど、地図ないと迷子になりますね。地図があっても迷子になるんですけど、ちょっと右で聞きましょう。間違ってなかったです。僕はニエ橋駅に着きましたので、ここで乗りたいと思います。まさか来そうになかったので急遽タクシーに乗りました。ありがとうございました。そんな駅もしますか。
か前に来た時はもっと大きく感じたんですけど、まあ、今工事中ということもあるんで、北海道に行った時も小樽の海が怖い行った時もシーズンオフでやってなくて、2回かため息ついちゃいけない。次は、ちょっとお腹も空いたので国際通りの方に行きたいと思います。早く国際通りもう一度頑張ります。